アルベルト・エバリスト・ヒナステラは、アルゼンチンのクラシックの作曲家。ヒナステーラとも呼ばれる。ブラジルのビライ・コール・ロボス、メキシコのチャベスやポンセラと並び、ラテンアメリカで最も重要なクラシック作曲家の一人である。ヒナステラとはスペイン語読みであるが、イタリア系アルゼンチン人である彼の名字は、ジナステラと読むのが正しく、彼自身もそう発音されることを望んでいた。 ブエノスアイレス生まれ。1938年、ブエノスアイレス音楽院を卒業。1945年から1947年にかけてアメリカ合衆国を訪れ、アーロン・コープランドにタングルウット音楽センターで学んだ。その後ブエノスアイレスに帰り、そこで作曲家協会を共同で設立した。数々の指導の後、百六十八年からアメリカへ戻り、 1970年からヨーロッパに移住。ジュネーブで67年の生涯を終えた。作品には、数種のオペラ、ピアノ競奏曲2曲、チェロ競奏曲2曲、バイオリン競奏曲1曲、ハープ競奏曲1曲を含む。特に、ハープ競奏曲作品25は、数少ないハープのための競奏曲として、時折演奏される。他に、バレエ音楽、 室内楽及びピアノのための多くの作品がある。アルゼンチン音楽の影響下に、オスティナート語法をふんだんに用いた明快な作風で知られる。その後は、次第に、原始主義的、無調的な作風に移行し、最終的には12音技法や、微分音も用いた。これに関して、ヒナステラ本人は、彼の音楽を3つの時期に分類している。1期目は、客観的愛国心。 二期目は主観的愛国心、そして三期目は新表現主義である。アストルピアソラは彼の最初期の弟子である。プログレッシュブロックの L&P の恐怖の頭脳改革に、ヒナステラのピアノ競争曲第一番を元にした曲が収録されている。編曲の許可をもらいに来たキース・エマーソンに対して、ヒナステラはその出来栄えを絶賛したという。 堤俊作が1978年のジュネーブ国際音楽コンクール式部門で最高位を受賞した時の審査員がひなステラだった。堤は後にエスタンシアの日本書演を手掛けた。ありがとうございます。